では、牧野さんのターン。鉛筆削り。鉛筆削り？え？あ、消しゴム伸ばし。ナイス反対語。おお、やったー。いやいやいや、消しゴム伸ばしって。じゃあ、ロペさんのターン。じゃあ、年末大売り出し。牧野さん。年始にちょっとだけ仕入れ。ナイス反対語。いいんすか、先輩のさじ加減じゃないすか。もうきついな、反対語ゲーム。負けた方が肉まんおごりです。じゃ、先輩勝手に決めないでくださいよ。では牧野さんのターン。じゃあ膝に水がたまる。もう文章じゃないっすか。さあ、ロペさん。膝の反対語。アウトー。しゃー。正解なんすか。肘からお湯が漏れる。それどんな状況っすか。